大変多くの方々からあの出馬要請などをいただいております。あの今回出馬の意思を固めさせていただきました。野市市長は今日開かれた定例会見でこのように述べ、来月二十日投票の松山市長選挙に立候補することを明らかにしました。野市市長は松山市出身の五十五歳。二千十年の松山市長選挙に無所属で立候補し初当選。 現在3期目を務めています愛媛県知事選挙とダブル選挙となる松山市長選挙は11月13日告示、20日投票でこれまでに能梨市長以外に立候補を表明している人はいません能梨市長は近く公約を発表するとしています。